けんな。本件被害者は三雲忠勝41歳利根泰久を本件容疑者として手配。火をつけました。対応がずさんだったんで。殺されるような人間でしたか。福祉保健事務所で隠蔽を確認。今すぐ県警本部にかけ。トロ止め。おい待て。利根はまだ何か隠してる気がするんです。自分から事態届出したんです。こんなことするわけねえだろうがよ。利根泰久だな。守られなかった者たちへ。